はいどうも中井です。今回はスクエニックスさんがゲームを作るので開発途中のゲームをプレイしてアドバイスをするという企画です。まあ、いきなり言われても何が起きたんだということで、まあ、順番に説明すると、まあ、ある日スクエニさんからご連絡いただきまして、まあ、とある部署がゲームを作り始めましたと。しかしちょっと開発に苦労していますと。まあ、理由としては、まあ、どうしても開発者目線になってしまうということで、来る側の目線とか、まあ、別の目線が欲しいって話ですね。でそこで思いついたらしいんですけど、まあ、YouTubeとか生放送をしている人、まあ、まとめて、まあ、つまりインフルエンサーの意見を集めてみてはどうかというのがありました。そういうアイデアが出たんですね。で、そこで中井戸の名前が出たそうなんですが、まあ、なぜなのかと疑問ですよね。まあ、なぜそこで中井戸の名前出てくるんだと。それなんですけど、まあ、その人が言うには、まあ、その企画を上の人に持ってたところですね。まあ、忖度してというか、まあ、気を使うんなら意味ないからやめておいた方がいいよっていう話になったらしいんですよね。まあ、確かにリリースされた後のゲームならまだしも、リリース前のゲーム、開発中のゲームですから、このゲームをやたら褒めて、いやめちゃめちゃ面白いですねって言ってもゲームが良くならないわけじゃないですか。あ、これでも面白いんだってなると、まあ、本当はね、そのもっと面白くなる余地があったはずのものが、まあ、未完成の状態でリリースされてしまうことになるんですよね。なんでどっちかっていうと、どこを改善していったらいいのかとか、率直な意見がないと困るということで、まあ、そこで僕にも声かかったってことなんですね。確かに、まあ、スクエニに忖度しないというその一点であれば、まあ、僕しかいないなと、それは思いますね。というわけで今回は、まあ、スクエニさんとのゲーム作りとは何ぞやという話と、まあ、具体的にどういうものができてて、まあ、それに対してインフルエンサー側がどういうリアクションしたのかとか、その中で僕は5000文字くらいの、まあ、改善案みたいなの出したんですけど、まあ、そのあたりの話とかをしていければなと思います。今回かなりレアな動画で、まあ、中井戸が制作過程のゲームにどういうダメ出しをしたのかっていうのがね、スクエニのゲームクリエイターに向かってどっから目線で発言してるのかっていうのがわかりますし、そもそもその開発途中のゲーム触ったりとか動画にする機会って本当ないはずなんですよ。本当に完成度が全然低い状態のゲームなので、ほぼ世に出ることはないものが出てきますので、ぜひ最後まで見ていただけると非常に嬉しいです。それでは行ってみましょう。はい、じゃあまず開発の経緯なんですけども、まあ、ゲーム画面自体はね、後ろで流れてるんですが、多分意味わからないと思ったので、その経緯を話していくと、スクエニックスっていう会社の中にはいろんな部署がありまして、そこに、まあ、ライブインタラクティブワークスっていう事業部があるんですよ。で、そこが元々何作ってたかっていうと、ロケーションベースのエンターテインメントを作ってました。要は、まあ、ゲームの世界を現実にってことで、まあ、要はアトラクションですね。リアル系のイベント作りみたいなことをやってたわけですよ。なんか一時期流行ってましたよね。あの体感ゲームみたいなやつ。リアル脱出ゲームとかあったじゃないですか。まあ、ノリとしてはそういう感じです。ただ最近そういう話聞かないですよね。なんでかっていうと、コロナです。あれで全てが終わったんですね。そして、まあ、LIW もコロナウイルス感染拡大で、仕事が激減しまして、どうしようかなってなってたと。そこで、デジタルゲームを作ろうってなったんですよ。で、もともとデジタルで作ってて、新しいことやろうってリアルイベントをやり出したんで、まあ、それができないなら戻ろうと。でですね、どんなゲームを作るかと。この趣旨なんですけど、予算30億のゲームを1本作るよりも、3億のゲームを10本作りたいってことで、まあ、確かに、今時ゲームの打率低いですから、とにかくコンセプトとか発想で勝負して、当たったらお金かけていけばいいんだと。で、これは僕も最近インディーズ志向というか、まあ、ヴァンパイアサバイバーズとかがバズで売れる時代になってきていて、まあ、中途半端な予算のゲームは逆に制作期間が長すぎて、こう、旬を逃したりするんで、リスクしかないなと思っていたので、納得できる部分は多かったんですよね。で、部長の渡辺さんも、まあ、ヴァンパイアサバイバーズ、数十時間やってたそうなんで、まあ、おそらく僕が出したヴァンパイアサバイバーズの動画と、そこで、今はインディーズの時代だよね、みたいなことを語ってたので、まあ、それを見て、声をかけてくださったんだろうなと思っております。ちなみに渡辺さんは、せがれいじりを作った人です。その中の一本を今回ご紹介するんですが、皆さんには、このゲームの企画が売れそうかどうかとか、まあ、売れるためにはどうすればいいか、まあ、もっと簡単にすると、自分がプレイしたくなるにはどうしてほしいか、みたいなことを考えながら、僕の話を聞いてみてください。はい、で、ゲーム紹介なんですが、タイトルはグラトニー。ジャンルは非対称対戦ゲームで、リリース日はまあ今年出たらいいかなっていう感じですね。で、まずゲームのコンセプトは何かというと、テーマがパニック映画をゲームにということで、まあ、モンスター対人間をやりたいと。そしてコンセプトが、可愛い見た目のキャラがえぐいことをやる。まあ、動画配信したくなる、見たくなる簡単対戦ゲームということで、まあ、なるほどと。で、この時点でなんとなく想像できるのが、まあ、要は、ストリーマーさんとか VTuber さんとかが、こうワーキャーしながら、まあ、コラボとかしながら配信できる、まあ、配信
映えのするカジュアルな対戦ゲームなんだなって思いました。まあ、わからんでもないですね。配信者が触ることでバズるゲームって結構ありますし、まあ、最近は配信者カスタムとかでこうね、もう人気者がコラボし合ってっていう文化があるじゃないですか。最近だとまあラストとかもそうですけど、まあそこに乗せていきたいんだろうなっていうとこですね。まあベンチマーク先としてはフォールガイズですね。あれもカジュアルな見た目とゲーム性でみんなでワーキャーするって感じじゃないですか。でそれで先にゲーム映像だけ見たんですよ。でその感想としてはあんま面白そうじゃないなと。制作過程のゲームではあるんですけど、まあそれでもいろいろ思うところがあって、でちょうどその時期にですね、スクエニさんにお邪魔してて、まあ社内を軽く案内していただいたんですよ。でその時に、まあ、このゲームのこともお話ししたんですね。ただその時のリアクションが、まあまあまあとりあえずやってみてくださいみたいな感じだったんで、やってみましたと。では実際のゲームをカットを目に見ていきましょう。こちらは開発中の完成度 30% くらいのゲームであるというのは、まあ予期しておきます。はい、ゲームが始まるとまずこんな感じで謎のマップに連れて行かれます。そして、上にですね、このキャプチャーフェイズって書いてあると思うんですけど、まあ、4分間逃げつつ自分の武器を強化していきましょうみたいな話なんですけど、自分の武器を強化するにはキャプチャーっていうのをしなきゃいけないんですけど、その場所がないなと言って探していますね。ただすごく視界が悪くてなかなか見つけられないのと、後ろにサメもいるんで嫌だなと思いながらプレイしてます。で、あー見つけたと思ったんですけど、このサメのスキャンですね。なんかあのブラッドハンドのスキャンみたいなやつがあって、しかもそれがね、サメから全方位なんですよ。サメから全方位に放たれるんで、うわうぜと思ってとりあえず逃げてます。で、あったと思ったんですけど、また近くにサメいたんでまた逃げなきゃいけないやつ、なんか逃げてます。ずっとただひたすら何も成し遂げることができず、私は逃げてますね。で、なんだかんだサメがいなさそうなところのキャプチャーポイントを見つけることができて、こうね、なんか手をかざして謎の動きをしてます。これなんかゲージが溜まるとキャプチャー成功というか、はい。で、こんな感じでこのね、わかりにくいんですけど、右の10のところを見ていただけると、さっきレベル1だったのがレベル3になってますと。で、このね、一見登れそうなね、壁とか何も登れないんですよね、このゲーム。これ登れてなんかイライラします。ずっと。エーペックスだと登れたのにな、とイライラしながらやってます。で、実はこのなんか、あそこから下に行けて、これがね、キャプチャーできるということを、前のね、ナツピョンさん見て分かったので、真似してます。はい。武器がグレードアップして、マシンガンになります。マシンガンレベル1ですね。あとまあ20秒なんで、キャプチャーフェーズがそろそろ終わりますという状況ですね。そしてようやくキャプチャーフェーズが終わってアタックフェーズが始まりました。ここからは人間の反撃開始となります。で、自分が持っているのはこのマシンガンなんですけど、このが時間経過で武器は強くなっていくようです。で、このマシンガンをロケットランチャーにするとめちゃくちゃ強くなって、大体人間が勝ちますね。で、それまでの時間稼ぎをなんとか頑張ろうっていう、このゲーム性になってます。で、まあ、マシンガンね、果敢に挑むんですけど、こうやって食われてね、しまうということで、まあ、このゲーム食われる時も結構映像的には良くて、まあ、そこはいいなと思ってるポイントなんですよね。はい。で、果敢に挑んだんですけど、その死んでもマガジンがリセットされてなくて、7発しかないんかいっつって、リロード投げって思いながら、プレイしてます。なんか、ディボーションよりもね、マシンガンのリロード長いんですよね。はい。で、ここで、ロケットランチャーにウェポンアップグレードしましたが、死にましたね。で、こっからは、僕も最強状態の、ロケットランチャーモードとなって、反撃開始と行きたいんですが、まあ、たどり着く前に、ゲームが終了しました。まあ、ロケットランチャーちょっと強すぎて、まあ、誰かがロケットランチャーに覚醒したら、なんかその時点でゲームが終わるっていう感じのバランスになってますね、今は。その体験会で、スクエニ側のスタッフさんからも説明を受けつつ、事務所で言うと、ウームさん、ガジクリさん、ツイキャスさん、スタジオクーさんとかが一緒に呼ばれてたんで、まあ、そこのゲーム実況者さんとかとプレイしてみましたと。このゲームをやり終わった後に、参加者から、こうしたらいいんじゃないかっていうアイデアを出し合って、次に繋げるっていう回でしたね。で、僕のこのゲームの感想としては、まあ、サメが食うところと人間が食われるところは、まあ、結構新鮮で面白かったんですけど、それ以外は何も面白くなかったんですよね。なんで、どうすればいいかなっていうのを意見出してたりしたんですけど、どうしてもね、根本的にシステム変えないと面白くなりようがない気がしたんで、まあ、その後、別の日に1日使ってじっくり考えてみたんですよ。で、結果、こうしたらいいんじゃないかっていうのができて、それを資料にまとめたら5500文字になりましたね。その資料をスクエニさん側に出したんですけど、それをまあスクエニさん側でまとめていただいたものを見ながら改善点を話していきます。まずこのグラトニーのテーマがパニック映画をゲームに、でコンセプトを動画配信したくなる見たくなる簡単対戦ゲームってとこなんですけど、これを軸に考えた時の問題点があって、そのコンセプトとかゲームデザインが定まってるようで定まってなかったんですよね。で一回そのゲームの改善点を洗い出した時になんかぐちゃぐちゃになるなと思ってて、みんなでアイデア出し合ってる時から思ったんですけど、なんでかっていうと、やっぱパニック映画と配信映えが、まあ、両立しないんじゃないかなってことが分かったと。まあ、例えばパニック映画っていうのは
恐怖を煽るために準備期間が必要じゃないですか。なんで映画の中でジョーズとかのモンスターがめちゃくちゃ出てくるってことないですよね。まあ、モンスター映画で言うとゴジラってありますけど、ゴジラってそんな出てこないじゃないですか。あいつなんか 2,3 回上陸するんですけど、まあ、そのゴジラが上陸する前後のこう人間側のわちゃわちゃする話とかそういうのが長いじゃないですか。なんでまあ2時間の映画だったらゴジラ出てくるのまあ30分あればいいなぐらいじゃないですか。一方でこのゲームの配信映えポイントはモンスターが人間を捕食する瞬間なんで、モンスターが人間を食べる頻度が上がれば上がるほど映えることになるわけですね。そういう恐怖感をゲーム出そうとすると人間とモンスターが接触する瞬間って結構少ないじゃないですか。でそういう作りにしてしまうとホラーゲームと違ってモンスター側がプレイヤーなんで暇になっちゃうんですね。まあ、という理由でですね、まあ、配信映えでわちゃわちゃっていうのとパニック映画のような恐怖感を煽るっていうところがちょっと違うんで、そこを明確にしないと方向性が定まらなくて現状ふわふわしてんのかなと思いましたと。でどっちを重視すべきかなって考えた時に、まあ、僕はまあ VTuber さんなんかがわちゃわちゃして騒げるゲームがいいかなって思ったんで、配信映えを軸にゲームを考えることにしました。じゃあ配信映えするゲーム作りって何でしょうって考えた時に、まあ映えるシーンがいくつあるかって話になりますよね。それは回数っていう意味でも種類っていう意味でもそうなんですけど、ただ現状はモンスターが人間捕食するシーンが唯一映えるシーンで、他は退屈すぎてもうどうしようもないんで、まず第一にここを改善するところからスタートするべきっていう風に考えて、まあ優先順位をつけましたと。なんでゲームバランスとか細かいことは後でいいと思いました。まあいろいろ出したアイデアの中で、まあアビリティがあるといいよねとか、まあキャラコンがあるといいよねみたいな話もしたんですけど、そういうのも全部後でよくて、まず映えるシーンを増やして映えないシーンを減らすっていう作業から考えていこうかなと。でまず映えるシーンを増やすってことなんですけど、モンスターが捕食するシーンが映えるんであれば、どんどん捕食できるゲームにするべきだよねっていうのがあって、現状の問題点が何かっていうと死が重いんですよね。死があまりにネガティブすぎる。なんでかっていうと残機が3しかないからです。でキャプチャーフェーズからアタックフェーズまで全部通して3しかないんでマジで死ねないですよねこのゲーム。キャプチャーフェーズの時点で2回死んだ瞬間にマジでその戦犯なの怖くて何もできなくなるっていう仕組みなんでめちゃくちゃネガティブですと。ただ死んでもいいやって思わせすぎると捨てゲーに繋がるのであんま良くないんですけど、死にたくないって思わせすぎて何もできないっていうのもストレスに繋がるんで良くないなということで、まあ、このことからキャプチャーフェーズの残機性を廃止するべきだなというふうに考えました。どう考えてもキャプチャーフェーズに残機あるの意味わかんないなっていう。さらにですね、捕食シーンだけではさすがに持たないんですよ。そのいくら捕食シーンが入るとはいえそれだけで映像を持たすっていうのはちょっと辛いんですよね。なんでそれ以外の入るシーンを増やす必要があると、まあ、実際この動画もこのゲームのプレイ動画だけで多分背景は構成されてるんですけど、ちょっときついんすよね素材が。なんでキャプチャーフェーズとアタックフェーズでそれぞれ映えるシーンを作っていきましょう。でどういったものが入るかってことなんですけども、やっぱランダム感なんですよね。ランダムなポイントを増やしていつも起きることを起きなくさせたりとか、いつも起きないことを起きるようにさせたりするってことが重要だと考えましたと。キャプチャーフェーズ要はまあ準備するフェーズでは人間側がね協力しつつも足を引っ張り合ったりするっていう演出が、まあ、映えにつながるかなと。まあフォールガイズでもそんなありますよね。いたずら好きな配信者ほど他のやつを妨害して誰かを突き落とそうとしたりするじゃないですか。でとはいえですね、あいつのせいだっていう風にしてしまうとちょっとギスギスしてしまうので、まあ、最終的にはモンスターのせいになるギミックである必要があるな。なんで人間がなんかしたら他の人に何かが起きて、でそのせいでモンスターに食われて死ぬっていうことが起きるといいなと。どうやってランダムにするかっていうところに関しては、そのステージギミックよりも、まあ、人間がなんかするっていうところを意識した方が、まあ、よりそのランダムになりますし、やらされてる感がなくていいなっていうには思いましたね。あとキャプチャーフェーズの武器なんですけど、現状武器選ぶことができないんですよ。そう、エーペックスがあったら、こう武器が落ちてそれを拾うっていうのがあるんですけど、現状そのピストルからマシンガン行ってロケラン行くっていうのがこれ固定化されてるんで、それを選ぶことができないのがつまんないなと。まあ、細かいなんでなのっていう話は省くんですけど、まあ、プレイヤーはキャプチャーフェーズでは武器を探して強くなることを目的にするべきだと思いましたし、その武器を獲得するときに他のプレイヤーにランダムでなんか悪いことが起きたら面白いなっていう風に考えました。で次にアクションフェーズなんですけど、ここの入るポイントってやっぱモンスターとの戦闘ですよね。やっぱ戦うの面白いじゃないですか。でモンスターとの戦闘であるのがダウンなんですけど、こうダウンした瞬間がやっぱ一番の変化なので、ここを映えポイントにしたら面白いんじゃないかなっていう風に考えました。現状はダウンしたらモンスターにはダメージ入らなくてその月に逃げましょうねっていう仕組みなんですけど、全然面白くないんで、ダウンした時をご褒美にしましょうと。でモンスターがダウンすると、まあ、例えば武器がドロップしたりとかして、ダウンしたモンスターに攻撃すると武器
に経験値が入るっていう種を考えました。これは上限があった方がいいです。まあそのヴァンパイアサバイバーズとかでいうね、宝箱的なお祭りタイムですね。でまあ2つの映えシーンを作りましたと。次に映えないシーンを逆に減らしましょうとなんですけど、このゲームねハイドっていうのがあって、なんか箱に隠れるとかってあるんですけど、隠れてる時にね配信は何も映えないんですよね。画面止まってるし、なんで消した方がいいかなと。で次なんですけど、そのキャプチャーするやつあるじゃないですか。クリスタルの前に座って手をかざすってことあるんですけど、あれ何も映えないですよね。あれ見てて面白い視聴者って多分いないと思うんで、なんで武器を取りに行くっていう行動に置き換えた方がいいかな。強い武器を求めて剣を犯しに行くっていう風にした方がいいかなと思いましたね。あとその根本的にマップがゴミすぎて、これちょっと言葉悪いんですけど、マジでゴミなんですよこのマップ。その非常に視界がね悪いんですよね。皆さんいろんなゲームやったことあると思うんですけど、基本的にどのゲームも視界いいです。なんですけど異常に建物高すぎて、というかねこのサメサイズになってるんですよね。そのサメがちょうどいい登りやすさの建物ばっかで、人間からするとね何も登れないし、意味わかんないし見づらいしっていうところで、建物を人間に合わせて作ってくださいってところですね。以上のね配信映えを意識しつつ、じゃあ次はねゲームバランスの方を簡単に考えていこうかなってところなんですけども、まずですねこのゲームに関しては、まあ、あんまりゲームが上手じゃない人、まあ、僕も含めて、まあ、カジュアルにやれることを前提としたいなと。ゲーム実況者の人っていわゆる上手い系と喋り系に分かれてまして、上手い系の方はそのプロとかセミプロレベルの技術で見せるタイプで、まあ、Apex だったらあらゆる武器で4000ダメージ出すみたいな人いるんですけど、まあ、そういう感じの人で、喋り系の人は、まあ、ゲームは別に上手くないんですよ。なんなら下手なんですけど、とにかく喋りで面白いというか笑わせてくれるタイプですね。でこのパターンの実況者の方はそのゲームで変なことすることで逆にあえてツッコミどころを作ってコメントがバー増えるみたいなこともありますと。でそういう人たちがなんでゲーム上手くないのか下手なのかっていうと、まあ、そもそもゲームに意識あんま割いてないんですよね。人気の方だともう喋り 95% プレイ 5% くらいの意識配分でやってると言っても過言じゃないです。なのでそういう人と配信外で一緒にプレイしたりするとめちゃくちゃ上手かったりします。まあその辺を踏まえてですね、このグラトニーをどっち向けに作るかっていうと、まあ、喋り系に寄せて作る方がいいかなと思いましたね。なんで以上のことを踏まえてこのゲームシステム考えると、なんかやってることとしてはカービィのエアライドに近いなと思ったんですよね。そのフェーズが分かれてて、最初のフェーズで育成して次のフェーズで対戦するっていうところで、キャプチャーフェーズっていうのは、まあ、お互いの成長フェーズでですね、まあ、ちょっとエアライド意識してゲームシステム考えていくんですけど、まずキャプチャーフェーズですね。キャプチャーフェーズはお互いの成長フェーズなんで、それぞれのプレイヤーの目的は、人間側は武器の得と育成、モンスター側は人間の捕食となりますと。で現状の変えたいポイントとしては、まあ、まずマップですよね。これはちょっとまあゲームの最適化というよりは僕の趣味入るんですけど、まあ、その崩れる島とかにすれば面白いかなと思いました。なんか下が水でね、落ちると海で溺れてしまって足が遅くなると。僕はホールガイズの落ちるマップ好きなんですよね。あとマップのテコ入れとしては、まあユーザーがとにかくスポーンした時に何していいかマジわからんことが多いので、まあ、スポーン地点から見えるところに宝箱みたいなアイテムボックスとかがあったりとかして、まああそこに行けばいいんだなっていうのが分かりやすくするべきだと思いました。で次に武器の育成なんですけど、現状育成してる感じ全くしないですよね。皆さんちょろっとプレイ動画見てもらったんでわかると思うんですけど、なんか気がついたら武器のレベル上がってんなみたいな感じですね。でキャプチャーフェーズで武器が使えないことにそもそも問題があって、なんか武器が成長してる実感が全くないので、まあ、モンスターにダメージ与えることができなくても代わりに何かしらの形で武器が使えるべきだなと思いました。まあ、例えばアイテムボックスを破壊できるとかね。で武器に関してはさっきも言いましたけど、Apexみたいなドロップ式にすべきかなというふうに思いました。で、ライフなんですけど、まあ、さっきも言いましたけど、体力3っていうのは、まじ終わってるんで、配信映えっていうコンセプトに逆行してますと。例えばね、だってキャプチャーフェーズで3機失って何もできないままアタックフェーズ移行したら、放送事故じゃないですか。なんでキャプチャーフェーズは残機無限でいくら死んでもいい設定のはいいと考えましたと。なので、今のゲームのバランスとしては、一人のプレイヤーが1、2回死ぬかなぐらいの感じなんですよ。なんですけど、それを、まあ、一人のプレイヤー10回ぐらい死ぬよねぐらいのバランスにした方がいいかなと思いました。なんでモンスターがどんどん捕食していって大騒ぎになると。まあ VTuber さんとかが VC 繋げながら配信してたら、もういろんな人の悲鳴が飛び交ってキャーキャーワーバー言ってるみたいな方がいいので、もっと捕食しまくれる設計のがいいかなと思いました。で、じゃあ人間が捕食されるリスクなんですけど、じゃあ残機無限になった時に何が起きるかっていうと、僕としてはですね、まあ人間に何か食われた時のデメリットをつけるよりは、モンスターに食った時のメリットを与えてあげた方がストレスなくていいかなと思ったんですよね。で、現状モンスターの成長数が全くないんで、モンスターが人間食べた時に成長する、大きくなって体力が上がるっていう仕様がいいかなと思いました。まあ、これはリーグオブレジェンズの超ガスを意識しています。そしてです
ね、キャプチャーフェーズからアタックフェーズの切り替えの時に、まあ、モンスターが派生進化できると面白いなと思いました。モンスターは2人いますんで、自分がちょっと初心者でちょっと足引っ張りたくないなって時は、その防御重視のタンク系モンスターを選んで、自分がうまいことキャリーしたいなって考える、俺うまいなって思った場合は、その攻撃とかねスピード重視のアタッカー系モンスターの2種類があるといいかなと思いました。まあそのキャプチャーフェーズからアタックフェーズで人間がグッと成長するというか、大きな変化があることに対してモンスター側は何の変化もないのが面白くないなと思ったんで、まあ進化っていうのがあるといいかなっていう感じですね。はい、まとめなんですけどね。いや、長かったっすね。まずね、大前提としてオンライン対戦ゲームってすげえ難しくて、人がいないと成り立たないんで、人気ないのと売れないですし、まあ、非対称ゲームっていうのがマッチングの波があるんで、そこ難しいですし、まあ、そもそものハードル高いんですよね。で、その中、このゲームの面白さでは到底売れないなと思ったのと、まあ、カジュアルなのかガチ対戦ゲームなのか、根本的に方向性を明確にしないと良くないなって思いました。まあ、なのでね、こういう風なガチ長文を、とりあえず送ってみたんですけど、どうなるかはマジでよくわかんないです。スクエニさんとしては数作る予定のゲームの一つで、まあうまくいかなかった場合、もう出さないっていう方針でもあるらしいんですよね。まあ、これはすごくいいことで、まあ、どんだけ事故っても出すっていうケースが最近多いんですよ。まあ僕もよく紹介してますけど、我々 YouTuber のネタにしかならないんで、やめといた方がいいとは思います。まあそういうわけなんで、今後どうなるかは全然わかんないですし、何も聞いてないです。で、このゲームがすごく面白くなってリリースされる可能性もありますしね、今後。まあ、全然違うゲームを作ってる可能性もありますから、まあ、何せ、まあ僕もスクエニさんも初めてのことで、開発途中のゲームに触ることも、それが YouTube に出るってこともすごく珍しいことだと思うんで、まあ、どうなるか分かりませんっていうのが結論です。まあ、とにかくですね、この動画でお伝えしたかったのは、開発途中のゲームって、まあ、こんな感じだし、このレベルのクオリティだし、でなんかそもそもそのまあシステムとかが全然定まってない、どうしようかなっていう段階で僕がプレイして改善を出すとこんな感じになりますよってお話でした。まあやっぱその出来上がってるゲームに比べて指摘するポイントめちゃくちゃ多いっすね、やっぱりまあ結構厳しめには言いましたけども、別に1位も僕もらってないんで、これ企業案件じゃないんでね、好き勝手言ってもいいかなとは思いました。まあ、本来こういうレビューって多分1週間ぐらいかけてやるはずなんですよ。1週間ぐらいかけてなんかプレゼン資料とか作って提出するっていうところだと思うんですけど、まあ、僕は1位ももらってないんで1日で書きました。というわけでこういう活動もしてます。まあ最近ね、発売前だったり開発中のゲームのレビューもしてますので、なんか面白い話あればぜひメールでいただければと思います。ではですね、チャンネル登録するかどうかお任せしますので、よろしければもう一本中井戸の動画を見ていただけると非常に嬉しいです。以上の中でした。今後ともよろしく。